ヤンサン運動でスッタラッタだ。ヤングサンデー、どうもということでやってまいりました。山田ヤングサンデーの時間でございますね。毎度大きな番組でございますけども、はい、いや今日もあの新しいスタジオのまたちょっとレイアウト変えまして、ね、今月はちょっといろんな角度からね、うん、この新しいスタジオというかどこだよあれを上の楽しんでいきたいなと思っております。そうです、そうです。これなんか画面の安定感はいい気がしますけど、都内某所の俺たちの部屋からお送りします。薄暗い、はい、薄暗い部屋からお送りします。秘密結社なんで、ね、はい、まあ今日ムンクなんで、ね、そうリビング感ですね、はい、そうですよ、リビングデッド、はいはいはい、暗いのはあれじゃない。すいません、画面死ぬです。皆さんのねデスクトップをこう、うん、こう上げていただいてね。ちょっと明るくしますか、ね、はい、いや大木くんが来たら明るくなるから大丈夫。ああうまいこと言うな。うまいこと言うわ。俺たちだって白夜だからな。確かに。今日は白夜の放送をお送りします。あそうね、薄暗い感じずっとね、はいはい。そうです。はい。いいんじゃないですか。はい。あ右レイジ、左奥が落ち着くなっていう。やっぱお前右なんだよ。反対側から見たら左ですけど、ね。まあな、そんなもんだろ。左も右もそんなもんだろ。そんなもんですよ。そんなもんしかないよ。本当だ。両翼ないと飛べないですよ。少し明るくなった。はい、大丈夫？はい。じゃあまあこんな感じでいきましょうかね。いきましょう。今日はなんと、うん、まああれですけど久しぶりの西洋美術特集ということで、この間はねバスキア等々やったニューペインティングを、9月にありましたけれども、うん、3ヶ月経ちましてね、うん、まあヤンさんでもかなり評価の高いアート界なんですけども、今日が多分一番レイジさんが、うん、なんつうんだろうね、うん、乗ってくる、うん、お題というか好き歴長いもんね、はい、うん、そういう感じで、うん、もうすぐゲストを呼んじゃおうかな。いいのか、その前に何その前に何か話すことありますか。いやないよ、ないよ。あないですか、うん、いやまあ今日はだってムンクだろ。はい、ムンクだね。はい、なあめっちゃチラッと見せましたね。時間がもうおしゃれおしゃれでも足らんわ本当。あじゃあちょっと、まあ、ゲスト呼ぶ前にちょっとあれだな、あるんかい。来てもらってから話すか。じゃあ一緒に聞いてもらうから。まあまあまあそうですね、せっかくだからな。そうしましょう、そうだな、うん、はい、王子が来てっからな。そうしましょう、久しぶりな、はい、もう呼ぶの珍しい。あそう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 、今日長くなるの分かってっから、はい、分かりました、サクサクいきましょう、はい、それでは、アート界といえばこの方、そうです、この方です。お呼びしましょう、シンガーの大木康介くんです。どうぞ。康介です。おいか、あ、映ってるよ。すげえサンマのまま見たい。真ん中、真ん中、真ん中の、真ん中の。いやいやいや、どうもこんにちは。斬新だな、この階段降りてくるのいいな。すごくいいよな、このパターンな。止まってけんもんな、これな。あ、大木です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。相槌王子って言われてるよ。あそうそう、いつもあの2人のね喧嘩の仲裁者。基本的に相槌を打って仕事としております。そうそうです、それそうです、そうです。さあ M ステ感ある。おなるほど、ね、
ありがとうございます。そういう音楽作ってもらおうかな。どういうこと？あ、その降りてくる時のだからタラララララみたいなやつを。なるほどなるほど、いいじゃないですか。そんな感じで、ゲスト登場、お早い登場ですけれども、大木くんは。はいはい、ムンクは行きました。あ、行きましたよ。皆さん行きました？行きましたよ。見ました。混んでましたね。混んでた。結構ね、やっぱポップというか、うん、まあメジャーもメジャーなんだ。隣のフェルメールが半端なくて笑っちゃった。あれ見たんだけどな。何あの我慢大会。いや、すごかったっすよ。何なの？ディズニーランド。フェルメール人気何なんですか、日本人の。あ、それ説明します。説明してくれるの？絶対ムンクに絞った方がいい。俺もそう思う。めちゃくちゃ聞きたい。まあでも全部聞きたいけどねっていうことですね。今日ね、あの、大木くんをお呼びしたのですね、あれなんですよ。他でもございません。ちょっとあのこのムンクっていうものを語るときに必要なその世界史的なねバックグラウンドも含めて、ちゃんと理解しながらね話せるのはもう大木くんしかないっていうことでね。ただ今回ただ絵をやるだけじゃないんで、ムンクの生涯とか、ムンクがなぜ生まれたのか、ムンクみたいな人になぜなってしまったのか、なぜ生まれたのかってすごいね。なぜ生まれたんだろうね。なぜ生まれたんだろうね。それもやる、まあ、そういう感じで、その美術そのものバンっていうより、まあ、いつも通りヤンさんもそうなんですけど、うん、その周りで起こった出来事とかいろんな角度から検証しつつ、やっていきたいなと思います。そして19世紀の、世紀末美術と呼ばれているものの、まあ、それぞれね好きなというか、はい、風情もあるでしょ。あるけど、うん、まあ、そういうのも横の幅もムンクとその時代というような感じというか、でまとめてやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ、皆さんお楽しみいただければと思っております。はいはいはい。それではレイさん、だからスタジオじゃん、薄暗い白夜スタジオからお送りしてるわけじゃん。そ、はいはい、したらなんか俺の部屋にたまたま呼んじゃって、うん、したら美術好きの先輩がすんげえニッチな話してて、はい、お前ムンクって知ってっか、いや超やべえからちょっとお前今日ムンクのこと教えっから帰らせねえぞみたいな、はい、そういう放送やりますから。そういう放送やるの？もう帰りはそういう放送やるのね。帰りはマジでもう俺ムンク友達みたいっすみたいな、ムンク師匠みたいに呼ばしてくださいみたいになってくから。あ、俺ら全員、はい、なぜかっていうとですね、はい、はい、このムンクって人ですね、はい、おなじみ、この叫びでおなじみじゃないですか、はい、でこのアイコンがあまりにもポップなんで、そうですね、これはネタになってるわけですよ。ずっと昔からムンクといえば叫びなわけですよ、うん、でこれしか知らないわけですよ、うん、ギャグ漫画の定番みたいなのがある。まあまあそういうことなんですよ、うん、で恥ずかしながら私も使いましたよ、それで使ってましたね。うるせえよ。いろんなところで。うるせえよ。そう、大好きなんだよこれ。で、そうですよ、うん、これですよ。ただこれだけじゃないんだと、ムンクは。で、こんなんでムンク語ってもらって分かってもらったような顔されちゃ困っちゃうよって話なんですよ。おお。そう。今日江戸っ子ですよ。ベランね、ベランね。都内某所からお送りしますからね。はい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 。そんで、ただし、はい、ここニコ生じゃないですか、はい。そして若い子がいっぱい見るわけじゃないですか。うん、そして病人だらけの心が病んだ人たちだらけのジャパンじゃないですか。ドキ。そしてそんなジャパンもう病んで、うん、もう病んでることにも飽きてきたじゃないですか。だんだんなるほど、そんなあなたたちに、はい、どんな画家がぴったりかっつったら、はい、ムンクしかいないでしょ。何この入りやばい。割と誰でも思いつきそうな感じだけどね。うるせえ、そういうツッコミいらねえ。いい、そんでなんでかっつったらムンクといえば、うん、言えばもう工夫言っていれば、もう俺多分中二病って言葉今年でもうなくなると思うんですけど、はいはい、だから中二っていうのはもう言わなくなると思いますけど、最後に言わないですね。もう言わないです、はい、もう最後に言わせてください。最後に、はい、もう最強のオールドスクール中二画家ですね。、うん、おー、来ましたか。で言ってみれば、まあ、元祖ですね。ただ、まあ、説明しますけど、この人はまあ相当、まあ、なんていうかな、暮らしてる、言ってみればジャズで言ったらマイルスですね、はいはい、その中二画家で、うん、でだからジャズで言ったら黒い天使が見える派っていうね。ちょっといきなりなんかビジュアル系によりましたね。自意識こじらせすぎて、うん、闇を見つめすぎて、うん、で黒い天使見ちゃいました俺みたいなことを言っている、はい、言って闇と戦うイケメンっていうジャンルの人ですね、この人ね。闇と戦うイケメン、ナルシズム、俺自分大好き、うん、そして闇に染まった俺大好きっていう芸風。あ、だからそういう 目で見るとものすごくムンクって分かりやすくって共感できる、うん、なぜならばそんな気分でいた時代じゃないっていう話ですよ。そして同時に女は魔物、女は恐ろしい、でも大好き、うん、みたいなところから来てる部分と、まあ、この後言いますけど、あとね、ゴスじゃないんだけどね、
うん、だ形式にいかないゴスマインドっていう不思議なやつなんだよこれ。はい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 、だからやっぱり闇を愛してるっていうか闇を見つめていくっていう、でそれをでもやっぱりゴシックにいかないっていうさところで、で実あのまあ、あとねもう一つね、あのこんな近代社会で、まあ、その東京の街でね駅なんかに行くとね、みんな亡霊に見えませんかみたいな、どいつもこいつも死んだような顔して歩いてるよなみたいなことを最初に言い出した人ですね。へえ、つまりそのみんな亡霊、俺も亡霊みたいな、うんうんうん、っていうね、でそれでスピリチュアルな意味ではなく亡霊見えちゃうみたいなっていうようなことを抱えてる、うん、もうでそこであのベッドの上に黒い天使がいるんだ、うん、みたいなことを真顔で言う人だから、うんうん、ものすごく今っぽい、中二の時に言いたいやつ、言いたいやつ、言いたいやつ、言いがちなやつっていうさ、そしてプライドが高くて自分はかっこいいと思ってるわけ、うん、で自分が大好きだけどそんな自分は大嫌いみたいな、めんどくさい、だからもううざい男代表ですわ、うん、で、そうですね、うざい男、そうだから思春期の若い男ってうざいんだよ、うん、でこの人はうざいまんま行くんだよ、これが面白いんだよね、そのでそのそのなんていうのかな、一般的に言われているムンク像っていうのは不安を表現したとか、うん、母と姉の死でどうのとかって、うん、まあ、病気と戦い病と戦いながらと定番のことを言うんだけど、うん、いやいやいや、ムンクはもっとポップ、うん、そもっとファンキーね、あーで、もうそれ言ったら分かりますよね、もっと面白い人です、うん、そう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 、そうなんで面白いんだよ、で俺そのそんなちょっとお聞き聞いてもらいたいのが、はいはい、あの初めてのムンク体験って何歳だった？初めてのムンク体験、うん、いやもう共通してな、そう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 、儀式みたいなあるじゃん最初にムンク食らったとかムンク決めちゃったムンク活礼みたいなやつですか、のいや覚えてない、もういつの間にか叫びだけじゃないですか結局、うんうん、マジで俺もそうでした、うん、なんとなくいつの間にかある叫び、俺は、うん、はい、あるんですか、実はこのムンクっていう作家、うんうんの、まあ、展覧会がね、うん、俺が18歳の時に京都であったんですよ、うん、それに、まあ、見に行ったんですよ、うん、芸術みたいなものの本格的なやつの初体験、うん、でムンク初体験、ムンク初体験で、それでムンクって行って、うん、もうあの打ち抜かれましたね、やられたでしょ、やられました、やられた、ね、あ、ここまで行くんだ芸術ってって思った思うでしょ、絵ってこんなにパワーがあるんだと、だからそれまで漫画とかしか読んでないわけ、そうそう、で、まあ、美術館とか行ってもなんかへえみたいな感じだけど、そうじゃなくてムンクはなんかお前のことだぞみたいな、そのズコーンってくる感じだから、ムンクが俺のだから虚無とかいろんなものをに色を与えてくれたのはもしかしたらムンクかもしれない、とにかくそういうやつ、うん、で分かりやすいで、お前って個人で言ってくるから、はあ、はいってまあ、はあ、で俺は12歳でムンク食らってんだけど、それはまあマカロニほうれん草ですよね、北川翔とやったマカロニほうれん草の中に何度も何度もこのムンクの叫び、金堂ちゃんがこれやって、あ、はいはいはい、父ちゃんが叫びですかっつって、これがもう面白くって、そしたら家の画集にこの絵があったんだよ、うん、で、ああマジであるんだと思ったっていうところから始まって、そしてね俺ね、あの調べたらね、一回ねでっかいムンク展っていうのがあった、それ見に行ってんだよ、調べたら1981年、うん、竹橋の国立近代美術館、あそこで結構でっかいあのムンク展やってて、あれ見に行ってんだよ15歳の時、その時にあのねマドンナシリーズもあるんだけど、はい、今回は来てないんですが、はい、思春期来てたんですよ、あなるほど、でこれが結構でかい絵なの、バーンってあって、うん、でかいですね、で、まあ、いわゆるこの、後ろにある影っていうさ、不穏な影っていうのが、うん、象徴的な意味合いでの不安という、影をただの影じゃなくって抽象的な意味合いを持たせているっていうやつを聞いて、あ、そういうやり方あんのかって言って、ただもその得体の知れないムンクが何か好きだなっていうのって、でしかもその時の美術手帳を俺は大学の時に探し当てて持ってる、持ってる、でこれ81年の美術手帳で、はい、そうだから81年のお前より年上の俺の生まれた年上の、お前の生まれた年上の、お前のムンク特集ですわ、あら、だからその頃からの、まあ、付き合い長いんです、太田翔吾、そうです、付き合い長いんです、そうです、でそれで、あ、うん、あムンクすげえなみたいになっていって、でそれでその後俺25歳でビーバージンの中で第1話で、うん、第1話の最後のコマに
ムンク書いてますから最後叫びで終わってますからどんだけムンクだっていう話なんですよ。いや相当ムンクですね。相当ムンク。いやそうなんだ。そうなんだよね。そう、それで、そうなんだから、その81年の段階で白樺派が紹介してから80年経ちまして、それでいよいよ本格的にって書いてます。だから日本人が最初に白樺派経由で、まあ、いろんなあの画家と西洋画家に出会うんだけど、その時に紹介されてから延々と俺たちはまあムンクってなんじゃいっていうことをやってて、梅原龍三郎たちが、そうですそうです、うん、そしてそれから長い長い年月が経って、はい、いよいよまた久しぶりにムンクがやってきて、はい、今上野でやってますけど我々のホームで、そんでそのムンク展に、合わせて出たムンクの本の中に私が書いてます、うん、おーすごい。そんなわけで長い歴史を、ってこの本の中に寄稿してますからね、ムンク。上さんもじゃあムンクの一部になっちゃったと選ばれてますから。あらあらあら、そうそう。それからムンクについてついに語ってるという、そういうターンにさっき冒頭でね、ちょっと、はい、あの言おうと思ったんですけど、なんすか、あのムンク、はい、今さっき紹介してたじゃないですか、はいはい、コメントで何自己紹介してんのっていうコメントがあった、あったあった。あ、じゃあ俺がムンクだと。なるほどなるほど、まさに重なってるぞと。そうなんですわ、そういうことなんですよ、大黒さん。そしてレイさん、そうなんです、はいはい、もう一個いいですか。はい、なんですか。本日12月12日、うん、はい、エドワルド・ムンク、うん、誕生日です。おめでとうございます。おめでとうございます。1863年のこの日に生まれたすごいエドワルド・ムンクに合わせたかのように、はい、全くそれ考えてなかったんだけど、いや偶然だったってことですね。155歳、155歳の誕生日です、ね、しっかりね見てますよ我々も。そんでですね、ムンクといえば、うん、あの、ちょっとそのなんていうかな、絵画とかに興味が出てきた頃に、はい、画集なんか見ちゃって、はい、画家の名前とか覚えちゃって、はい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 、ちょっと分かってるのこと語りたくなるじゃないですか、はい、今は思春期になると、はい、今それの中人の頃に入る最初の初心者が一番ハマるやつ、うん、ベスト3がありますんで、はい、ベスト3その中に選ばれてるのが、はい、そうだから いわゆる中二マインドで画家がかを語りたくなった時に言いがちな画家さんにベスト3を紹介します。お、紹介してください、ダリ・ルドン・ムンクっていうね、だからもう分かりやすいじゃん、うん、もうなんか内面描きましたっていうさ、うんうんうん、でこれあれですね、悪の花で、うんうんうん、おなじみの、ルドンさんですね。これも分かりやすい版画で闇ですね。で、まあ、狂気闇みたいな感じ、そしてその中にセットで分かりやすくムンクっていうのがなんかこれがまあ定番なんですが、オールドスクールなめんなよってあるじゃない、うん、オールドスクールなめんなよ、だからまあ定番って言われる画家で思いっきり初級だけど、はい、まあ、誰もが語ってるやつだけど結構侮れねえぞっていう、うんうん、まだまだ味がするぞってことですね。そうそうそう、前の KW 社員が、ね、KW 社員がね、はい、ビリー・ジョエルなめんなよって言ってて、ビリー・ジョエルの離陸やべえぞって話してて、分かってんな KW、 分かってんだよ。そこで好きやもん。でちなみに中2で語りそうなので、あの番外編でモローとマグリットってありますけどね、あ、でこの2つはまた外せないんですが、ちょっとケースが違うので、言っていたありますね。あとね、ちなみにこういうの考えてたらちょっと面白くなっちゃって、はい、美大に入りたての頃に言いがちな画家の名前です。聞きたい聞きたい、何なんすか、何話よ、これ面白いじゃないですか。ゴッホ当てようか、当てようか、当てます、お願いします、お願いします。僕ゴッホ入ってると思う。いや俺ゴッホだと思う。待って、ゴッホはさすがにないんですよ。ないんだ。いやだってせっかく美大まで入ったのに、美大まで来てるんだ。わざわざゴッホなんて言わない。そんなの、はい、わかった。何ですか、デモンシール。あ、正解、それ一つです、はいはい、もう一人ってド定番、ド定番なんだけど、あのゴッホよりはっていうところ狙いますから、最初、はい、ゴーギャン行かない、ゴーギャンもみんな知ってるから、ルノワール、いやそんなだってドメジャーじゃないでしょ、そうそう、もっとあれでしょ、うん、微妙なラインでしょ、うん、でクリムトではない、これはだから俺が美大に行ってた時に体験した感じで言ってますから、だから俺が体感したやつね、別にその一般的ではないよ、そうだからデータ取ってないですよ、うん、だからいいがちっていう、当然あるあるです、あるあるですね、で仕入れぐらいってことでしょ、はい、そうです、仕入れラインです、仕入れラインで、仕入れラインに大木君の大好きなあいついるじゃないか、仕入れラインに大好きなあいつ、そう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 、あの焼くとうまいやつ、
アベーアーコンですか。フランシスベーコン、フランシスとクリムトって、この辺りのやっぱりだから世紀末的なことを語りたくなる。だからクリムトも入るんだ。そうクリムト、だから何つうの、俺モディリアーニかと思った。あ、俺もあロートネック。いやモディリアーニはベタなんだよ。ベタな、だからその物語として消化されてるものを美大生は語らないから。あとはいえものすごく定番なんだけど、そこが可愛いなっていうさ。そしてはそれおばあちゃんが大好きな画家ベスト3。おばあちゃんが大好きな、もう分かってますよそんな。はい、じゃあ言ってください。もうね、はい、フェルメール、はい、ルノワール。あー惜しいな。どこが違う。モネ、シャガール、ローランさん。あローランさんの方ね。マリーローランさんな、すげえ並ぶぞ絶対今。今もうみんな暇だから、段階世代が暇だから。そう、え、そこにフェルメール入んない。フェルメール入ります。ルノワール、フェルメール入ります。ちょっと入ってる、はい、あと東郷誠司も入ります。あ、本当だ、東郷誠司も入ります。はい、こっからね考えたらもっと面白かった。まだまだオタクが語りがちな画家ベスト3をお願いします。メジャー、え、メジャーですか。オタクがでしょ、うん、オタクだから違うんですよね。メジャーじゃないですよね。そうそうそう、俺だけのってことでしょ。オタク的な感性が、うん、どうしても語りたくなってしまう画家3人。今までの出てきた人は出てないってことでしょ。そうなんです。カラバッチョ。ああ、オタク語るかな。語んないっすね。あいつ人殺してんだぜなんつって。うわ、そこで終わっちゃいますもん。あ、終わっちゃうからな、うん、え、誰だろう、うん、オタクでしょ。ちょっと難しいなこれ、うん、ダヴィンチとか、うん、ダヴィンチとかで、ね、そこまでレンジ表現オタクのことは分かってない番組だなこれな。オタクだね。今ぐらいだったら即答だからね。本当ね、はい、あんまり引っ張るのだんだんで、はい、お願いします。エッシャー、ミュシャ、ギーガー。あー、ミュシャ入んの。ミュシャどんだけオタク好きか。そうなんだ。もうね、ミュシャオマージュね、多すぎるから。もう萌えが、まあ確かに、そう、萌えがの中にどんだけミュシャがいるかって。そう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 、イラストレーターの中で、あと物語でしょ。うん、そうで、ラファエロ全般も好きだよ。でもラファエロ全般までいかないから。だけどギーガー大好きだから。そりゃそうでしょ、もう絶対鉄板だから。で、エッシャー好きでしょ。ルソーかと思った。エッシャー好きでしょ。ルソー分かんないでしょ。エッシャー分かんないでしょ。エッシャーは何て言うんですか。オタクはエッシャーを当たるとか何て言うんですか。エッシャーは理屈っぽい。あ、うん、絵が理屈っぽい。でディテールがしっかりして、うんうんうん、で理屈っぽさで言うとあれは何、ほら、カンディンスキーとか。あっち行かない。行かないんだ。もうだからこれが正解だから。これが正解だから。そう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 ネーベっていうか、あとはあの荒木先生だろう。あの3人だろうって話。そんなステレオタイプな分析でいいんですか。いや、それはともかく、それはともかくそうかなっていう話で。たださ、やっぱオチ欲しいじゃん。すごい。やっぱさ、やっぱさ、ヤンキーとギャルが好きな画家ベスト3欲しいじゃん。ヤンキーね、しみちゃん即答だよね。はい、はい、お願いします。ラッセン、ラッセン、はい、ラッセン入りました。正解です。はい、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 次。え、ヤンキーと、はい、わかんない。面白かった。俺めっちゃ探した。ヤギ。でも絶対これだって分かった。いや、わかんねえ。ラッセン出ちゃったらもう、はいはい。ラッセン以外にもあります。あるの、はい、ヤンキーがまず絵を見んのかっていう。車とかバイクたくさん描いてるのかな。ヤンキーなめんなよ。なめてない。ヤンキーなめてない。わかんない。ギャル、ギャル。ギャルも好きなんだよ。マジこの絵綺麗じゃない。ゴッホ、ゴッホ。マジこれ。ゴッホとかわかんねえから。バカな、舐めてるそっちは。舐めてますよ。え、誰？耳切ると意味わかんねえし。え、健康的な人ってこと？え、あ、健康で、健康、いや本人は健康じゃなかったけど。あ、分かった、はい、はい、ウォーホル、はい、ウォーホルな、分かる。ヤンキーだったらな、結構な、うん、あ、違うんだ。いい友達になるけどな。ウォーホルじゃない？ウォーホルかなとちょっときましたけど。バンクシーとかじゃないでしょ。はい、あんまり引っ張るともなんなんで、うん、ディズニーと三尾です。いや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 、そんな、なんで、そんな違うし。姉ちゃん、それでは本題に入ります。落ちた、落ちた、落ちた、ちゃんと。やべ、30分。わかった。いや、ちょっと。確かに、まあそうだわ。じゃあ面白かったらいいかなと思ってさ。まあ面白かったらいいっすね。そうそうそう、まあそんな感じの。手のひらの上で踊らされたからね。そうですね、なんか。俺もすごい考えた。鼻とかキラキラしてるから。ありか。そんじゃ、それで、じゃあ、ムンクについて語るときに大事なのがですね、それまでの画家はいろんなものを、何を描いてんのかっていうのがどんどん時代によって変わっていったと、うん、ね、で最初は教会なんで、これ西洋に限りますけど、ね、西洋絵画の歴史でいうとまずは教会に抱えられてるんで、うん、あとは貴族と教会の
偉い人とキリストを書くと、そしてキリストの物語を書くと、うん、そして関連で出てくる女神や天使を書くと、うん、はい、そういう言い訳で裸を書くと、はい、っていうところで、うん、まあロマン派直前まで来ますね、うん、はい、でロマン派になってドラクロワが現れて何が起こるかっていうと、大航海時代世界はすげえことになっているっていうのをジャーナリスティックに大画面で見せることができると、うん、みんなサロンでマジすげえってなると、でこれが民衆を率いる自由の女神像みたいなやつとか、そういうなんとか号のナンパかどうのとかって言って、うん、要するに意味なく片乳出してますからね。片乳出します、うん、なんで片乳出したの。あれは言ってみれば、CNN のニュースを IMAX シアターで見せるってやつですね。だからそういう文化が IMAX で見せるジャイアニズムって、そうそうそう、で、うん、それがあった後に出てくるのがクールベニーさんですね、ご存知ね、はいはい、で天使なんかマジいねえし、葬式で笑ってるやついるし、うん、っていうの俺全部見えたことしか書かねえからっていう写実派が現れて、そっからまあその流れがこう一つ近代絵画の流れがまあ始まっていくというね。でざっくり、その流れはあのその後クールベさんの後に、マネっていうのが現れて、でクールベがやってた写実主義っていうのと印象派の間を取り持つ、時はその寺さん的な要素の、まあ、になるわけですわ。それでマネがやったっていうのも、貴族って乱交パーティーしてんのぜマジでっていうことをやるっていうことを、まあ、マネさんがやってから、そこであのマネと仲良しになるモネさんが現れて、奥さんいなくなっちゃってからもうスリレンしか書かねえ、うん、みたいな感じから印象派出てきます。印象派が、まあ、何をやるかって言ったら、うん、光と影の中にも色があるみたいな、これはどういう流れかっていうと、奥野さん、はい、そっからいきますか。そっからいきましょうか、はい、まずだから、はい、どうしてこうなったかというと、まずルネッサンス第2会場、はいはい、奥野さんお願いします、はい、ざっくり解説します。はい、ルネッサンスで起こったのは、はい、人間いいよね神よりっていうやつが15世紀から14世紀から15世紀、ダヴィンチ、ラファエロあたりから、うん、人間いいな、主に肉体いいよなみたいなやつから始まってって、うん、結構前なんだねこれな、うんうん、なんと関ヶ原より前というな。そうですね、ルネッサンスは関ヶ原より前っていうのがちょっと面白いよね。1400年の後半ぐらいから1500年にかけて起こったイタリアの美術の、うん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 、この辺りから緩やかに神から解放されていくっていう。そうですね、そう、うん、意識がね、そうそう、で産業革命でイギリスがブイブイ言わせて世界に出ていきます。はい、うん、はい、であのここからあの世界を、まあ、見つけていくっていう流れ、うんが、まあ、一つ始まっていくっていう、ヨーロッパ以外の発見があるんですね。そうですそうです、はい、でそこから、フランス革命が起こって、はい、市民が王様に変わるという大きな転換があると。でこの流れの中で何が起こったかっていうと、あのざっくり言いますと、主役が神から王様になり、私市民になるんでね、この流れっていうか、市民になる。でフランス革命の後に大きくあれだよね、ざっくり言うとナポレオンが出てきたり、はい、パリコミューンがあったり、いや、まあまあそうですね、そんなやつがあって、はいはい、でこっから、うん、まあ、言ってみれば、まあこまあ、言っちゃっていいよね、民主主義っていうのはこの辺りから、そうですね、まあ、言わないとしょうがないですね、言わないと、ここで線が引かれてて、うん、民主主義って何かっつったら、うん、王様に代わって市民がその政治をやりますよと、うんうんうん、こっから、まあ、つまりその主体がそう、だから神から、うん、神、うん、王で、まあ、王侯 貴族になってまた絶対王政とか戻るんだけど、結局民になると、うん、っていうところまで来るんですよ、これね、この流れ、うん、そんでセザンヌが面白いんだけど、セザンヌ現れましたと、はい、そんで、印象派華やかな感じになってきますみたいな感じ、はい、そのだから、ちょい後ですけどね、その後パリにこう、ね、大改革するっつってね、パリトイレとかなかったからね、うん、すんげえ臭かったのをね、うん、全部きれいに直すっつってね、パリがきれいなんだよね、うん、それで、なんて最初のパリ万博みたいなのがあってっつって、そこでまた大きくあの時代が変わっていって、で、そのなんかな、主役が市民から私っていうものになっていって、ここの辺りから小説みたいなものが現れて、うん、私っていうのを語っていいんだ、うんうんうん、むしろ私ってものがすげえ大事だっていう重さみたいなものがだんだんこう始まってくるわけですわ、うん、だからキラッキラな時代がやってくるっていう
ことですね、この後ね。だからその王様とか貴族とかに押さえつけられてた苦しい時代が終わって、うん、しかも産業革命があるんで金もある、でその技術も発達してって、で、まあ、なんかなその車とかも出てくるみたいな流れが始まっているんで、それで、同時に自由っていうのがここで現れる。でここで自由っていうのを使えるやつと使えないやつに分かれてくるっていうやつで、いわゆるいつものやつですけど、僕が考えたのが神から市民に行って、私に行って、そうすると自由になってパーティーが始まりますか、これ。パーティー、そうパリはね、パーティーだったんですよこれ。で印象派もある意味パーティーで、でまあサロンで何だとわあ パーティーやってるわけですよ。無理って人が現れますよ、これには乗れませんって言って、でムンクはこの乗れない人代表なんです。いわゆるリアル充実してる連中って最低だよな、大嫌いだなっていうか、俺無理だからって言っている人で、でここでムンクがルサンチマにハマってどうせ何にもできねえよってハマったんだったら、うん、ムンクはムンクになってないです、うん、ムンクが描いたのは何かっていうと、不安というよりはマイナス感情なんです、うん、マイナス感情って美しいよねっていうところまで持っていく戦いっていうのがムンクの戦いだった、人生をかけて戦いだった。そうですね、これはものすごく面白くって、だそのなんつうかな、光あふれる印象派、あのなんだっけあれ、奨学金もらってあのパリに行くんだけど、うん、印象派に完全に乗れないんだよね、うん、あの人ね。そうで、いろんなところに乗れなくって、最終的にどういうところに向き合っていったかっていうのがムンクの人生、うんうんうん、その流れをねやっていこうか。で俺だからこのマイナス感情を書くっつって、うん、その時大事なのがフォルムではなく感情だっていうことで、うんうんうん、感情を書いたっていうところが、まあ、ムンクの最初のだ、それをだから、うん、みんなだから不安とか死ぬ恐怖とかっていう言い方して、うん、あの説明してますけど、溢れる感情が最後フォルム化していって、人体そのものやあの外の風景まで歪んでしまうというところまで持っていくと、うん、でこれがいわゆる表現主義っていうやつの始まりだったと、うん、だからその自分の、見える外の世界を光と影や色や形みたいなもので表現するみたいなところのもう一個向こう側に行ったっていうのが、まあ、ムンクの、まあ、スタート地点というかね、うん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 、っていうこと。俺は一番大きいのは、普段だったらあの題材にしちゃいけないようなマイナスネガティブなものっていうか、うんうん、ネガティブなものを書いちゃうんだっていうのを堂々とやった人っていうのが、まあ、ざっくり言うとムンクのすごいところっていうか、ムンクらしさっていうことかなと思うわけですよね。そう、それでやべえな、30分かで、これね、そんなね、私、うん、私のその、時代に耐えられなくなったっていうのがもうムンクだけではなくって、あの本当ほとんど同時代に、夏目漱石が、ムンクの4年後に生まれてると。だから面白いよね、そのなんか万博のあの辺りでパーティーをやってる時にムンクは乗れないっつって、うんうん、で漱石も留学してきて乗れないっていうさあの辺のところが、あと、森外、うん、森外ともやっぱり乗れない、うんうん、ドイツに乗れない、うまく恋愛できないっつって、森外がムンクの1個年上なんだね。そうですね、だほぼで、なんと岡倉天心と同い年ですね、うん、あら、そうそう、ムンクが1963年生まれで、うん、で、この時に生まれたのが天心と、まああれなんですよ、原田直次郎っていう洋画家がいて、うん、直次郎がいるんですけど、この天心は日本画を改革するというか、新しい日本画を作るんじゃいって、まあ、やりましたけど横山大観会の時に、うんうん、その時の洋画はどうだったのかっていう話はまだやってないんで、うん、まあ、いつかやるつもりはいるんですけども、ムンクと同い年なのがこの原田直次郎という方で、これ俺はツイッターであげたんで見てもらったら分かるんですけど、ものすごい本格的な西洋画を描くんですよ。印象派でも何でもない、アカデミックなやつを。でドイツに留学してるんですよ。
で外とも会ってたりするんです、うん、ドイツで、うんうん、そういう感じの関係性の中でいて、あの当時のムンクと同じようなヨーロッパを体験してるのは原田直次郎っていう方なんですけど、うん、この人は自分こじらせずに帰ってくるっていうのがすごいっていうか、うん、この世代 の、 あの画家としてその西洋に行って初めてで何をあの黒田清輝よりも先に行ってるんですよ、うん、だからこの人が行って初めて行って帰ってきて培ったものを日本に根付かせようとしたらもう印象派がわーって上がってくる。でそのラインで黒田清輝が行ってたから、黒田清輝の方が後から入っ帰ってきたからアップデートされた最新のやつだったと。でだから原田直次郎の名前あのやったことっていうのがすごい無視されたというか不遇の方なんですけど、で、まあ、当時のヨーロッパにおいてやっぱりムンクが、まあ、もう同じような立場って言ったら変だけど、そうちゃんとした絵を描こうとしてたのに、そうそう、うん、あのそうじゃないトレンドが生まれてて、そこからまず弾き出されたっていうようなところがなかなか面白い部分ではありますね。あ、そう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 。で、ムンクの、もう一つの現代的な要素から、はい、話をしますけど、はい、もう本当にもうここしばらくこればっかり言ってんなっていういわゆる毒親問題ですね。はいはいはい、はいはい、だからもう映画にしても漫画にしても小説にしてもこのテーマないのはなかなか見当たらないくらい、もうとにかく、近代になってから親は教育に失敗してるんだよね。で親が教育に失敗して子供がアーティストになるっていうパターンがあって、でムンクがもうまさにそうね。うん、でなんでかっつうと、ムンクのお父さんは軍医さんだよね、うん、だから軍隊 の、 あのお医者さんで、それで、なんていうかすごとても厳しいカトリックで、はい、キリスト教徒でその、うん、クリスチャンだったんで、まあ、彼のこともめちゃめちゃ抑えつける、うん、で、まあ、絵を描くのも不謹慎だみたいな感じで、うん、でまあ そのお父さんに、まあ、ずっと虐げられてムンクは生きてる。で同時にお母さんは、5歳の時だっけな、亡くなってしまうというね。だから、お母さんが亡くなってしまったせいでお父さんはさらにあのバランスを崩してしまって、うん、それでお父さんのなんとかな、まあ、心の病とお母さんの結核っていうものを2つを抱えたまんま生きることになるというね。これはだから絵で描いてて、でね、親からもらったものは2つあると、うん、それでこれで父からは心の病なんだよ、はい、母からは死の DNA をもらってるみたいな言い方をしてる。いいのもらいましたね。でなぜかっていうと、はい、お母さん物心つく頃に死んでいく、うん、はい、だからでその後お姉さんも結核、同じ結核にかかると、はい、うん、白いペストって言われて、うん、でそれを目の当たりにしていたものだから、うん、まあ、あのいずれ自分も死ぬんだろうなということが常に あるという。でお母さんとお姉さんいなくなったせいでバランスを崩したお父さんはキリストを背後に彼を弾圧すると、うん、でこれどうなるかっていうと、ニーチェに向かうのは当然なんだよ。まあそっか、殺してほしいですもんね。つまりこの同時期に何が起こるかというと、ちょい前に生まれたのが神は死んだっつって、うん、反キリスト教の流れが始まっていく、うん、それで、その代表格でボヘミアン運動が起こる、うんうん、もう皮肉なことにボヘミアンラプソディの話した後にボヘミアンムーブメントの話するんだなっていうのはちょっとね、面白いよね時代的に。で、まあもちろんだからヨーロッパ全土にボヘミアン運動っていうのが起こる、うん、これどういうことかっていうと反キリスト反体制、うん、アナーキズムで、うん、要は今まで教会の言う通りにやってきたけどふざけんな知らねえよっていうことを言い出して、うん、で彼らが言ってた、これムーランルージュ見てもらえば分かるけど、うん、あの美と自由と真実と愛というこの4つに準じて生きるという生き方をするのがボヘミアンだっていう、うん、でムーランルージュがすごく分かりやすくロートレック出てるんで、うん、でロートレックは、まあ、この時代、まあ、代表するっていうムンクも大体まあ同じような、マインドでオスロで集まってそのボヘミアンの連中と集まってたんだけどここでも乗れなかったって、うん、みんなが賢くって、うん、うまく喋れないっていうさ、
それで、まあ、そこで乗れなかったっつって、こういう人たちって、はい、なんだろうな、自意識がものすごくあるんだけど、うん、うまくいかないっつって、うんうん、憂鬱になっていくっていうさ、でこれのマインドセットが、お父さんが、まあ、おそらくは否定、ずっと否定してたんだと思う、うん、お前はダメなやつだって言って、で この世は闇だっていう設定を、まあ、ムンクに知ってたんだとは思うんだよね、うん、そのお父さんがこうその闇を抱えてしまったせいで、うん、そして母親がいなくなってしまったせいで、とにかく何の救いもなかったんで、設定マインドセットが、うん、初期のマインドセットが、うん、この世は闇だっていうさ、うん、でこのそのネガティブなマインドセットっていうものを抱えて初期から生きている人たちってどうなるかっていうと、うん、いいことがあっても、うん、いやこんなことは続かないってなるんだよ、うんうんうん、なるで、こういう男と付き合うと女の人すごい大変です。大変だと。で、同時に、だから母親に浮かされた女の子が、うん、いいことあっても、いや、そんなことない、私は絶対、うん、っていうやつで、これのぐるぐるでみんなが苦しんでるっていうのが近代なんで、それはもうこの時期からずっと始まってて、父親の呪いと去っていった母っていう中で、ザ・近代病っていう中で。で、これは、で面白いのが、ムンクってめちゃめちゃプライド高かったらしくて、うん、嫌なやつだったんだってね、うん、で俺は天才だ、俺はすげえんだっていう気持ちと、俺なんかダミだってやつね、このダミだっていうのと、俺はいけんだぜっていうところの、これのこのその揺れがずっと続いてて、これが絵にもずっと出てくると、うん、でこういうタイプって恋愛どうなのかっつったら、うん、絶対にうまくいかない、うん、このタイプってだからなんか不思議な磁場があってモテたりするんだけど、うん、まあ女は幸せにはならない、すごい大変な男で、しかも彼結構イケメンでモテたらしい ね端正な顔立ちですよ。そうで、そしてうまくいかないとどっかで俺は安心してたんだと思うんだよね、うん、そうそう、世の中ってうまくいかないよねお父さんっていうさ、ダメなんだよね、どうせダメなんだよねって言って いたっていうさ、で彼の心の中で一番残っていた最初の絵ですけど、風景、これがだから初期のね、最初期の代表作 で、うん、でこれはだから死にゆく姉を見とるっていう、うん、だ要は病のとこにあるお姉さんを描いた絵なんだけど、なんかちょっと今回さ、うん、久しぶりになんかこういろいろ文句見てて思ったんだけど、うん、これは俺の持論なんだけど、はい、なんでこんなもん描くんだと、うん、でだって死んでしまうこんな苦しい悲しい風景、うんうん、で その後もずっと彼はそのなのかな、見たくないものを描き続けるし、うん、見たくないシーンとか、うん、そういうことがあるたんびに描いていると、うん、で自画像の時もスペイン風邪をひいた俺みたいな、うん、わけのわかんない絵を描く、うんうん、なんで描くのそれをっていう、おそらくはなんていうのかな、それによって確認しているっていう部分と、あとね俺これに関してはね、ここにね書いてしまうことによってね、永遠になってしまうじゃん、うん、だから聖なる瞬間として病を聖なる瞬間に入れてるっていうか、ここにもうすでに文句がいるなってすごい思うのね、うん、ネガティブなって言われるような不幸な題材を絵にすることによって、その瞬間を聖なるものとして定着させて永遠に引き伸ばすことができるんですね。つまりお姉さん死ななくなる、うんうん、これによって自分だけの物語じゃなくしたっていうところもあるってことですね。そうそうそう、うんうん、ここがなんかスタート地点ですごく面白いなとか、だからこういうことをずっと書こうとしたんじゃないかなっていうのはちょっと今回すごい改めて見て思った、ね、そうですね、持論ですね。でも確かにだからあんまり聞いたことないですね、その意見っていうのは、そういうことを言ってる人はいないけど、でもそういうふうに考えると納得いくとか、うん、全てが聖なる瞬間だから、女と揉めて、うん、手を打たれたとかっていうこととか、はいはい、まあ悲惨なことはいっぱい起こるんだけど、うん、絵にしちゃうと、うん、それは美しき思い出っていうか、うん、永遠の中に閉じ込められるというかいう部分が一つそのムンクの特徴の一つかなと思いますね。そうで、もう一つ、これ絶対終わんねえや。嘘、まだまだあるんすか。そう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 、珍しいよね、レイさんの。やっぱすごいな。すごいよね。あの人も終わらせないような感じで、ほら、いやそうだ、年表がすごいもん。
どこまで何を話すんだっていう。まあでもそれはね、そうなんだよ。そのそれは実際でその通り、これ大事なこと書いてある。ちょっとじゃあ、はい、皆さんにあれしてる間にちょっと僕からね、うん、補足を、はいはい、ムンクっていう人が生まれたのは1863年なんですが、うん、同い年の人さっき言いましたが、明治維新がなんとその5年後なんですよ、1868年明治維新と。でその後70年に普仏戦争がありまして、71年にドイツ帝国が成立するんですけど、当時のヨーロッパの地理的な状況をここで一回頭に入れといた方がムンクの疎外感みたいなものにライドできると思うんで、それを説明します。これ、1900年代20世紀のもうすでに、ムンクがまあなんて言うんだろう、まあ晩年を過ごしたヨーロッパの地図ではあるんですが、まずここ最初ノルウェーなかったんです。スウェーデン、ノルウェー連合王国だったんですよ。でそれがムンクが生まれて、でまあだーっと行く中で独立するんですね。で独立した時にムンク、国民的画家誰だと、象徴誰だということでムンクしかいなかったから、ムンクがノルウェーを代表する画家になると、うん、であとここがデンマークで、ここがドイツ帝国なんですよ。これもっと実はドイツ帝国っていうのは普仏戦争の後に成立するものだから、うん、こんなにもともとでっかくなくて、ムンクが生まれた時はプロイセンというやつですね。このフっていうのはプロイセンのこと、うん、プロイセンといえば鉄血宰相ビスマルクなんですけど、うん、この話はまあちょっと大木君といつかやろうかな。それだけの話ですね。いいじゃないですか。ドイツはもっとたくさん国があった。そう、ハンブルグ帝国とか、うん、バイエルンとか、ね、バイエルンとか、うんうんうん、いろんな諸侯がそのまま王になったのがあって、で同時にここにオーストリア、ハンガリー二重帝国とかがあって、うん、でこの時のドイツのこの前の時代って何かっていうと、さっき言ったニーチェ、うん、そしてゲーテ、ワーグナー、フリードリヒじゃない、ルートヴィヒ2世っていう、そのもう完全にドイツロマン派と呼ばれてるマッチョなんだよね。もうブワーッと壮大、うん、旧壮大なゲルマン民族最高というか、なんていうか、うん、そういう価値観のが残ってる中に、やっぱ結局文化ってこう波及するのって周辺国の方が遅いから、和歌山がすごいすっげえ文化が伝達が遅かったようにね。地元愛を入れてきますね。はい、だからノルウェーにいるっていうことの地理感、うんうん、でちょっと行けばもうコーペンハーゲンだし、ドイツのここら辺がハンブルグなんだけど、うん、そのここのこのなんとか海峡で、うん、そのヨーロッパで起こってる何かっていうのがすごいんだけど、自分はそういうその父親とか母親とか家族の問題、病気の問題、死の問題、宗教の問題みたいなものに うつうつとして過ごしているという、うん、でそれがを引いたまんまこっちに渡ってきちゃうから、そうです、馴染めない、うん、そうです、そうです、都会に馴染めない、そうですっていう、単純に言えばそうそんな感じです。本当にそうで、さっき言ってたこの問題ですけど、俺は天才、俺はダメ人間っていうのをこう繰り返す人っていうのは、うんうん、とても近代的で、で、なんつうの、めちゃめちゃすごい、こういう人って今のクリエイターにいっぱいいて、なんかムンクって誰に似てるかなと思ったら、めちゃめちゃいっぱいいるんだけど、めちゃめちゃいっぱいいますね。ウッディアレンってめちゃめちゃムンクっぽい。ほー、だからナルシストなんだけど、社会とうまくやってなくてプライド高いんだけどっていうやつで、うん、でそれでも恋するバルセロナっていう映画で出てくる画家がもうまさにムンクだよね。であそこで拳銃持ってきたペネロペがぶっ放すっていうくだりがあるんだけど、 あれもうあんまムンクの話じゃんっていうさ。そうで、いろんな女を口説き倒すんだけど、うん、基本憂鬱、うん、そしてなんか他の女とうまくいかないことを別の女に愚痴るという、うん、もう恐ろしいクソ男ぶりを発揮するわけなんだけど、うん、で、まあ、そういうなんていうのかな、色男クソ男で、でも俺はどうせダメなんだっていうさ。でこれアメリカに行くとチャーリー・ブラウンがそうだよなっていうさ、うん、だからそのスヌーピーのチャーリー・ブラウンっていうののチャーリー・ブラウンのマインドセットっていうのは、うん、この世は最悪だっていう、そう、あいつ常に憂鬱なんだよ、あいつだからもう、うつ病なんだよずっとっていうのが、まあ、その、まあ、
感情移入しやすいでしょ、うんうんうん、でチャーリー・ブラウン以外は冴えている個性的な人間なんだけど、チャーリー・ブラウンがあのスヌーピーよりも地味っていうさ、でスヌーピーはチャーリー・ブラウンを飼い主だと思ってないからね、うん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 、この話したよねみたいな、ね、そしてあと もちろん日本でいうところの太宰寺山も同じ仲間ですね、うん、フレンズですね、うん、あとあの闇って最高だぜふふって思ってる感じっていうのはデビッド・リンチなんかも俺は割と結構近いものがあるなあとは思うよね。でまあご存知碇シンジ君もムンクですね。碇シンジムンク説。碇シンジお父さん分かってくんねえ、女は思い通りになられ、うん、みんな死んだらいいんだうわーっていうやつはあのもうザ・ザッツ・ムンク・チルドレンですね。そう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 、だからなんかサード・チルドレンというよりはムンク・チルドレンじゃないかな私は思うわけですねこの人はね。で俺はデスメタルのことは分かんないですけど、デスメタル憎悪とフンヌそしてゴスカルチャーみたいなものも遠くない仲間なんじゃないかなとは思う。違うんですよ、来ました皆さん、違う月曜さん、あのね、はい、もうまさにねそれなんです。ノルウェーといえばブラックメタルなんですよ。そうなんですよ、メタルの国ですね。あのそうですね、だから、はい、こう白夜のとこでね、はい、そのもう夜がないと、うん、夜がないというか昼は夜みたいっていうか、うんうんうん、そういうその寒くて、ま、もうフィヨルドのね、あの、うん、フィヨルドって氷河のさ、侵食、はい、によってできた、そうそうそうできた、うん、でそういうところがガガガガってなってるわけですよ、こういうとこで。そういう中でもうその元々あったまあ土着的な宗教の上にキリスト教が来ましたと、うん、でそういうところの中でその待て待てとな、俺たちがこんなその自我に苦しんでるのはキリスト教のせいじゃないのかみたいなところの反骨心とか、うんうん、そういう貧しさとか全部をメタルに乗っけて、まあ、悪魔崇拝というか、うん、それがブラックメタルの話。そうだよ、お前がやってるのはね、お前がやってるのはそうですね。だからそういうのがもうしっかり流行る。しかもそれがブラックメタルってデスメタルと何が違うかっていうと、あの遅いのよ、これ単純にね、スピードがね、うん、デスメタルはだいぶアグレッションがハードコアに、うん、ブラックメタルっていうのはどっちかというとゴシックな方に行くっていうか、うん、様式美ではあるんだけど、まあしっかりしてると言ったら変かな、うん、体系的というか、うん、だからその違いがあって、だからムンクの絵ってマジでブラックメタルみたいなとこちょっとあって、へえ、どっちだっけ、様式の方だっけ、うん、様式の方、なんかもうバーってこう衝動で描き殴ったみたいな絵ではないじゃん。あ、そうだね、ちゃんと描いてて、うん、なんかそこら辺もやっぱノルウェー人の何かみたいなのがすごいあるなっていう気はしますね。ブレてないんだよね、うん、でその一枚一枚の絵とその背後についての話っていうのは後半にしようかなと思うのと、はい、もうね有料時間、あ、違うの、無料時間がほとんどなくなっちゃったんであの核になる部分、まあもちろんこの後またすごいんだけど、はい、結論を見てもらいたいんだけど、はい、それは限定でやるとして、あのね、今回ねちょっとね、うん、ムンク展ね、あの久しぶりにムンクに会って、うん、あれ以来だから、うん、何十年ぶりに本、まあ、の久しぶりにムンク会って、うん、何を感じたかっていうと、あの頃読めなかった本が読めた感じなんだよ、ね、おー、うんうんうん、で最初にだから読んだ感じとは全然違う深さみたいなものがあって、はい、時に足が止まって泣きそうになるような絵が結構ある、ね、うんうん、でそのムンクの物語っていうものが分かっちゃってるがゆえに、ムンク語さんめちゃめちゃ語る人なんだけど、その行間みたいなものがあったなっていうことがちょっと分かってきて、うん、それで、いくつかあるムンクの中の話で、今回ちょっと気づいて一番やばいなっていうか胸に来た部分の話するんですけど、うん、あのその画面に出てくるものが全て亡霊なんだよね、うんうんうん、亡霊のように描かれてる、はい、で亡霊のように自分を描くと、うん、つまりこの世は死者の世界だというお父さんのマインドセットがそのまんま反映したような世界観で描くわけだよね、うん、彼が描いてる時はこの世は死の世界として描いてる、そうすると納得するんだよ、うんうん、でそれを自分の子って言って手放したくない、うんうんうん、それを売った後に同じ書くんだもん、うんうん、で置いときたい、うん、それで見てどう思うかというと、オッケー、この世は地獄、うん、全ては死の世界みたいな感じっていうのももちろんあるんだけど、うん、だけど別にあの何枚かの絵でやってくるこういう死神みたいなやつが張り付いてくる、うん、これは性の象徴としての、まあ、その女、うん、これは海を見てます、これ向こう側です、彼岸です、あの世です、うん、
で奥が言うところの白夜、うん、でこれはおそらく太陽月に見えるけど、うん、このね俺だからアイモードって言ってんだけどねこれね、アイモードだ、あのアイモードなんですけど、そのムンクのアイモードなんですけど、うん、この哀愁のモードのこのこれってどういうことかっつうと、あとちょっとで夜が来てしまうという、人生が終わってしまうという、人生の黄昏みたいなイメージがあって、それでそこに死神でそこにいるという、こういうその、向こうを見ている女がいて、でそれを死が迫っているっていうような解釈をしてしまってたんですわ、はいはい、いやところがですよ、ところがなの、お母さんは死者なんですよ、うん、なるほど、でこの人お母さんと お姉さんとお父さんを亡くした時に、うん、これからは僕は死者と共に生きていくっつってんだよ、うん、つまり死神ではなく母だったりするわけだよこれって、うん、守護霊だったりする、でこの感覚みたいなものをズバリ表してる絵が今回来てる、でその絵ちょっと探したんだけど画像ないんで、こういう絵ですよ、つまりだからベルリン天使なんだよね、ベルリン天使の歌と同じで、目に見えない何かが、うん、死者がやってきて地獄のような世の中で泣いている人を後ろからそっと包み込んであげているというイメージが同時にある、うん、あるのがムンクの絵画で、うん、だから不安に駆られて死の恐怖で恐れてるんではなく、うん、死に包まれた安心を描いてる、うん、あ、そう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 、めちゃめちゃ、あ、これですか、あ、そう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 、星空の下で、そう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 、出してもいいのかな、あ、いや、やめとこう、それは本だから、うん、まあいいけど、それ見てもらえば、星空の下でっていうね、で、いくつか他にもそういうテーマのやつがあって、で、これをそうそうそう、同じモチーフ結構多いですよね、あるある、そうですね、そして、この俺が高校時代に最も好きだった絵が死と乙女ですわ、うん、でこれも周りに、まあ、胎児がいると、で、うん、その誕生と死っていうものを同時に描いていると、そして生命そのものの象徴のエロスそのものの象徴と、まあ、それにこう抱きついているその死そのもののイメージっていうもの、うん、だからこれが生と死が同時に溶け合ってるみたいな感じで、でこれ考えると最初はこれ侵食されていく性のイメージかなと思ったんだけど、うん、いやそうじゃないぞと、死に癒されているのかもしれないと、うん、でこの視線で、つまり死者の視線で描くと、死は恐怖ではないんだよ、安らぎに変わるわけ、そうですね、めちゃめちゃ東洋入ってんだよ、インストールされてんの、おそう東洋的価値観だから、脱キリストでたどり着いたところが非常に浄土的っていうか、それは多分キリスト教じゃないその北欧のアニミズムから発生してるやつだと、うん、だとするととっても腑に落ちる、そう、うん、っていうこと、絶対そうですよ、そうで大木くんが無料部分でほとんど喋ってないで終わるとまずいんでまたやっちまった、いやいやこの後大木くんにゆっくり話してもらいたいんですけど、はいはいはい、大木くんはまとめ役なんで、うん、はい、あ、そう、そのつもり、いやいやいやじゃあ無料で大きく見たい人のために、なるほど、最初の頃はね、はい、ヤンさん呼んでもらって、うん、いいのかな、これ俺仕事してないなと思ってたんですけど、うんうんうん、もう今日これでいいんだなと思って全然もう、あれ全然そのやばいなと思ってないですけど、焦った方がいいですか、ちょっとマジで全然、いやそんなこと全然ない、大きくの今の解説聞いてどうですか、うんうん、あ、ムンクですか、はい、ムンクなんか、そうですね、一番なんかメジャーな見方としてはやっぱそのお父さんのこととか、まあ、それこそオイディプス神話的なその三角形の中でもう負った傷で、お母さん死んでお姉ちゃん死んでっていうのをずっと死ぬまでに2万点ぐらいの絵を描いていく中で、もうとにかくそのモチーフを繰り返していきますよと、もうそれで自分を癒して、もう単純にそのまあ、癒されたか癒されてないかぐらいで死んでいくみたいなのが結構ですよね、うん、メジャーな、うん、基本的なイメージのとこだと思うんで、うん、まあそんなそれも外れてないかなと思ったんですけど、うん、絵を見て、うん、でもそのそうですね、死に癒されるっていうところではそれこそフロイト的な、うん、なんか死の欲動って言葉タナトスです、ね、はい、があるじゃないですか、うん、その人間の快不快っていうのは、うん、その不快がとにかく興奮状態が不快だと、うん、
で快っていうのは、うん、とにかく興奮と真反対にある平穏な状態、もうとにかくドキドキしてないただ、うん、っていうのが快だって言ってる、うんうん、でその死の欲動は、うんうん、それはもうほとんど死じゃないかみたいな、うん、それって死んでるのと同じ、うん、だからそこに安らぎを求めるっていう意味では、その生きながらそういう死みたいなものに包まれたりだとか、うんうんうん、死と溶け合うっていうのはもうそのまま安らぎと同一視していいんじゃないかなと、その絡み合う接吻で溶け合う死と生みたいなものはずっとそうやって引き受けて生きていくも、うん、生きていくべきなんじゃないかなっていうのをムンクはちょっと言ってくれたっていうか、まあ本人は多分必死こいてうちらに示してくれたんじゃないかなって、うんうん、そう思ってます、うん、そうそう、うん、さすがさすがですね。ムンク好き？ムンクなんか僕、うん、そのえ映画見に行ったりだとか美術館行ったりだとかっていう時に、そのあんま自分でこうしようとかこう思うとかなんかすごいのがこっちから働きかけるつもり いかなくて、うん、そのハイデガーでいうところの取りさらわれる状態になりたい。はい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 、もう不法侵入してきますよ、はい、もうダメ、こっちはもうただ、はい、もうぼーっと見てたいのに考えざるを得ませんっていう絵を探してるんですよ、ずっと。めちゃわかるわそれ、うん、もうだからただ見に行って、ああやばい、もうこれ考えちゃう、ね、考えちゃうっていうのがいい。なるほど、わかるわかる。ちょっと動物になるって言ってるんですけど、ハイデガーだと。しんちゃんわかるよね。はいもちろんです。さすがです、はい、だからそういう意味で言うと、うん、普通にめちゃめちゃ文句がやることは僕は分かる、分かったんで、うん、ありがとうって思うんですけど、うんうん、取りさらわれるような絵は、うんうん、そのモチーフの繰り返しみたいなものには、それこそさっきの、うん、死神と、あ、はいはいはい、僕はあれお姉ちゃんっぽく見えるんですけど、うんうん、どっか見てる、そうね、でお姉ちゃんかもしれない、月か太陽の明かりみたいなやつを繰り返すのは、うん、ただのその自分の病気を癒すためなのかなとか思うと、うん、まあそれはちょっと気になりましたけど、でもそんなにこう取りさらわれた状態になるような絵は僕の中ではなかったかなと思います、うん、でも好きです。はい、まさにその意見が、うん、あれでめちゃくちゃ王道なんですよ。そう、ムンクって本当にそう、なんか本当に何て言えばいいんだろうな、 This is 中二っていう感じだし、木を照らってないのよ、うんうん、すごいちゃんと絵を描こうとしてて、そう、もう大真面目、うんうん、でこれまた後半で言った方がいいの、ほら死への不安とか、うん、恐怖とか、うん、あとその自分のその精神的なものとか、なんか女に対する恐れとか、うん、そういうものにずっと悩まされてきたけど、うん、これが私の技術を作ったんだ。あー言っちゃった。いや言っちゃった。そういやだから同じ方向の話です。俺もだから本当にそうで。うん、だからちょっとつじゃあ後半行きましょう。後半ちょっと。うん、もうちょっと一歩も二本行くんだけど。そう、もう、うん、もう一個行きつつ、後半は、なんで地図描いたかなんですよ。それはでもこれね、みんなね、心の問題の話ばっかりするから。まあ確かにそうだ。違うんですよ。環境が人の心を作るんで、大事だ。この川というか海、うん、これが一体何なのかっていう話なんですよ、うん、これはもうここなんですよ、ここ、うん、で、ここに生まれたこのマタグラの付け根に生まれたムンクが何をこの海の向こうに求めてたのか、そして本当にここなのか、それともこっちじゃないのかみたいなまあそういう人生で、ね、そんなにあれ食いつきよくない。いやいやいや、なんかでもでだから若い頃の話からちょっと追っかけて絵を見ながらちょっと戻ってここなって、それと、うん、もうちょっとね最後の話とかで、そうですね、うん、そんな感じでよろしくお願いします、うんうん、とても1時間では無理です。無理ですね、うん、はい、すごい。奥くんということで、はい、なんか告知ありますか。あ、もうホリエヌエスというイベントが17日にありますけど、もうチケットは完売してるんですけど。なんだ事務所のイベントなんですけど、でも来られる方見てると思うので楽しみにしててください。ホリエヌエスのイベント、あ、そうです、ほー、はい、ということで、はい、今後の奥くんの活動にご期待くださいということで、来週のヤンさんはちょっと確認するの忘れたんですけど、うん、ダロ君出れるのかな。
大丈夫でしょ。雑すぎるやろ。毎年恒例になりましたが、2018年を振り返ろうというか、うん、どんな年だったかっていうのをレイさんに総括していただきつつ、うん、まあ、いわゆる平成最後の、まあ、年の冬というかね、秋というか、うん、だったんですけれども、うん、そんなそのようなことをみんなでね、ワイワイ話したいなと思っております。チューインナイトなんで、今日はちょっとこの後だいぶ深いとこまで行く。 ER 来年やります。 ER は来年やります、はい、来年マジで来年 やることになりました、はい、よろしくお願いします。行くまと申し訳ない。まだやらない。何年引っ張るだろうか。引っ張る。もうそれ言ってくるファミリーが好きだよ。ありがとう。そして改めまして、札幌イベント完売いたしましたので、どうもありがとうございました。うん、この放送、この模様はですね、何事も起こらなければ26日のヤンさんで放送させていただきたいなと思っております。それから主題歌アニメの締め切りが、延ばしまして1ヶ月後になりました。1月の23日の水曜日が締め切りとなってございます。正月で一気に完成させてやろうと思っている猛者たちはね、今からでも間に合うんでね、ぜひね、エントリーしていただければと。いや、もちろん全作品完全に放送しますんで。そうだよね、モチーフがね。テーマはレイさんの漫画を、のキャラクターを使って、いくらでも。一番ワクワクするし一番緊張するな、これ。やばいですね。いや、嬉しいよ、一番嬉しい。はい、レイさんまともに見れるかどうかわからないですね。ドッキドキするわね。ありがとうございます。ありがとうございます。締め切りが1月23日となっておりますので、よろしくお願いします。それでは後半に行きましょうかね。まあムンクはね、時間かかっちゃうよね。でも行きましょうよ。やりましょう、後半。はい、盛り込もうと思ったらいくらでも行けるんでね。うん、ということで、うん、よろしくお願いします。じゃあ後半行きましょう。サブスターベイベー。はい、どうぞ。